ファンサポーターの皆様へ最後の挨拶を行います。奈良岡選手、よろしくお願いいたします。まず今シーズン藤原の ICU を支えてくださった、スポンサー各社の皆様、地域の皆様、ファンサポーターの皆様、1年間熱い応援ありがとうございました。チームの目標である優勝というところには手が届きませんでしたけど、おそらく J3 でチーム最高順位で終えれたことは、チームと皆様の力が一つになって出た結果だと思っています。その中で今シーズン藤原の ICU に加入させていただいて、多くの方に期待してもらったんですが、ほとんど試合に出場できず申し訳ないなと思っていました。その思いが強すぎて、今日の試合の最後に入ってはいけないところで得点が決まって入ってイエローカードをもらってしまいました。これもいい思い出です。ちょうど1ヶ月前にクラブからリリースがありましたように、今シーズン限りで引退することを決断しました。プロとしては17年サッカーを始めて30年余り、本当に幸せなサッカー人生だったと思います。そのサッカーから僕は多くのことを学びました。6号サッカースポーツ少年部ではサッカーの楽しさを、中学の伊予選手ではベースとなるテクニックを、藤枝東高校では伝統校の責任と大人になるための人間形成を学びました。その後プロになって所属したチーム、ジュビロ磐田、アビスパ福岡、アルビレックス新潟、SC 相模原、そしてこの藤原 ICU、その全てのチームからサッカーの厳しさと、今日ここに来ているような皆様と一緒に分かち合う勝利の喜びを学びました。その全てが僕を一人の大人として成長させてくれたと思います。たくさんお世話になった方が多くて、この場で感謝の気持ちを全て伝えきることができないですが、今日は一番伝えなければいけない人に伝えさせてください。いい距離感で温かく見守ってくれた3人の姉、幼い頃から一緒にサッカーを始め、僕の目標であり憧れだった兄、すいません、どんな時も味方で一番のサポーターだった父と母、今まで本当にありがとう。そして試合で負けた時や怪我をして落ち込んで家に帰った時、いつもと変わらぬ屈託のない笑顔で迎えてくれた娘のキワと息子の会、サッカーのことは全く分からなかったですが、常に僕がサッカーに集中できるようにサポートし続けてくれた妻には一番感謝しています。
ありがとう。そして僕からもお疲れ様と言いたいです。プレーダー毎週のチームメイトみんな1年間だったけど本当に楽しかった。最後がフルタイム FC で良かったです。ここで僕の現役生活は終わりますが、藤枝マヨシーはまた来年からさらなる飛躍を続けていかなければなりません。そのためにはクラブもまだまだ努力しなきゃいけないことがあると思いますが、今日来てくださった皆様と地域の皆様の支えがなければいけないと思っています。僕からのお願いです。ぜひこのチームを来シーズン J2 に昇格するようサポートしていってください。最後になりますけど、17年間本当に幸せなサッカー人生でした。ありがとうございました。成岡選手ありがとうございました。そして17年と現役生活お疲れ様でした。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。藤枝の星背番号19、魅力試合を持つ攻撃キャプテン藤枝の星成岡翔。